いくよ。キラフルチェンジ。力が湧き上がる。はぁ、5キラメイジャー GO！ っておい、俺たちは？あ、ごめん。人形俺しか出てなくて。よーし、私も戦っちゃうぞ。お疲れ様です。前田です。今日はこちら。マシン戦隊キラメイジャー最高級デラックスキラフルゴーアローと、戦隊ヒーローシリーズ065キラメイレットでございます。はい、昨日買ってきました土曜日ですね。で、今日日曜日に放送されました第26話でですね、はい、これにですね、変身してましたね。絶望を与えられて、よどんなに。で、どうしようもないって時にですね、まあ、これを、ひらめキングするわけですけど、その辺の再現はですね、また、作っていきます。で、再現を作るにあたって、このおもちゃをちょっと開けて、音を、撮影したりするので、ちょっとついでにですね、動画を回しております。箱の裏側はこんな感じで、アイコンをタッチして矢を放て、キラフルゴーアローが眩しすぎるぜ。ということでですね、キラフルチェンジ、そしてマシン合体。ああ、この間の、はい、すごい、ネタバレのですね、これですね、グレイトフルフェニックスの合体音が鳴るのかな？で、必殺技ですね。これは今日使ってましたね。ということで、セリフもこんな感じで入ってるんですけど、一体どういう風なんでしょうか。単4電池2本使用ということで、はい、今、テープを切ったので、開封しまして、こんな感じで。入ってますね。よ。はい、出ました。説明書と、はい、これが本体ですね。テープがいっぱい。はい、1分ぐらいですかね。格闘して出ましたね。なかなか、頑丈に包まれてましたね。ぐるぐる巻きに、ビニールがなってて、シールも結構ベタベタついてましたね。ということで、パーツが2つ入ってて、これとこれですね。本体と、ここのパーツかな。これガッチャンはめて、はい。これで完成ですね。はい。デラックス最高級キラフルゴーアローでございます。やっぱりフェニックスっぽい造形ですよね。これが、まあ、顔と言われりゃそういう感じもしますし、で、羽で、尻尾がこう、炎柄というかですね、うん。フェニックスが飛んでいる時の造形というか、そんな感じでございますね。そしてですね、マブシーナのブルーダイヤ、涙でできた石からできてますので、その成分が、こう、色濃く出てる感じですよね。さあ、電池を入れましょう。単4電池2本をセットして、このスライドのやつですね。押したら外れるやつ。はい、カチッとはまって、で、電源がここにありますね。いきます。おお、なかなか派手な。光ってんのかな？逆で。あ、やべやべ。キラフルチャージが、暴発しました。こっちか。こういう向きかな。こういう向きで、スイッチをもう一回入れてみましょうかね。はい。あ、光らないのか。確か箱にも、そうですね。回るなるって書いてあるので、発光はなしですね。はい。じゃあですね、珍しく説明書を見ながらやっていきたいと思いますね。はい。詳しくは Web トリセツを確認しようって、このパターン最近多いですよね。まあ、とりあえず、どこだ？トリガーはトリガーない。あ、トリガーない。どうするんだ？引っ張ればいいのかな？おお。これ面白いですよ。引っ張って、離す。ルーブジャイロをちょっと思い出しますね、最近のおもちゃだと。矢を引きます。矢引き音が鳴ります。はい。で、離す。なんか音変わりましたか？通常攻撃遊びはこんな感じですね。引っ張って離す。音やっぱ違いましたね。引っ張る時間によって変わるのかな。矢引き音が鳴り終わっても矢を引き続けているとチャージ音が鳴り、矢を離すとチャージ攻撃音が鳴ります。こんなもんで引っ張って離すと、通常攻撃音は2種類ですね。引っ張ってすぐ離す場合と、ちょっと引っ張って離すパターン。あ、わかったわかった。これ、引っ張ってちょっとすると、この無音になるんですよね。ここ。わかります？無音になるまでに離せば、普通の攻撃音。これ、ドカーンっていうだけで、無音になっても引っ張り続けると、爆発音まで入る攻撃音になりますね。今のところ。はい、これが通常攻撃で、そしてですね、ここのアイコンですね。わかりますかね？アイコンが、3つあるんですよね。これと、これと、これですね。そして、これを押すと、大気音が流れて、大気音が鳴ってる間に矢を引き放ちます。眩しすぎるぜ！はい。ゴーキラメイジャーに変身しましたね。リングが回転し、セリフとパワーアップ変身音が鳴りますと。もう一回、どうなるのかな？お、喋った。強まジーングガンガン行くよ。ジュールの声ですね。あ、アイコンをタッチすると、セリフが流れるみたいです。頭も冴えた。あとは俺に任せろ。ためとも。スピード無限だ。もう逃がさないからね。はい、セナちゃん。あがくな。これでお前の負けは確定した。はい、シグル。じゃあ、サヨさん。生まれ変わっていい子になって。じゃあ、そういうことで。かわいいですね。これもう一回押すと？ああ、変身大気音に変わるんですよ。このループですね。もう一回変身します。眩しすぎるぜ！はい。で、アイコンを押すと、ジュールのセリフ。強まジーング、ガンガン行くよ。頭も冴えた。あとは俺に任せろ。頭も冴えた。あとは俺に任せろ。スピード無限大。もう逃がさないからね。スピード無限大。もう逃がさないからね。あがくな。これでお前の負けは確定した。あがくな。これでお前の負けは確定した。生まれ変わっていい子になって。じゃあ、そういうことで。生まれ変わっていい子になって。じゃ、そういうことで。はい、ということでですね。どういうこと？はい。変身すると、5人のセリフが流れますね。はい、変身後にですね、これを引っ張ると通常攻撃音が鳴ります。これ1個目でしょ？で、引っ張ると、長く引っ張ります。はい、また攻撃音を聞くことができます。はい、次はですね、マシン合体ということで、こっちのボタンですね。これまだ本編に出てきてないですけど、押しちゃいましょう。いきます。Let's go! マシンオラディン！マシンオラディンだって。押して大気音が鳴って、鳴ってる間に矢を引き放ちます。かっけー、オラディン来ましたね。はい、なりましたよ。こういうことを言うんですね。オラディンがマシンになると。リングが回転し、セリフとマシンオラディン発信音が鳴りますと。ランダムで、セリフも言うということでですね、もう一回やってみますか。マシン運ぶ！あ、運ぶ。はい、ハコブーの発信音がなりましたね。果てなき空にフライハイ。あ、なるほど。順番にオラディン召喚、ハコブー召喚、そしてマシン合体ですね。で、矢を引き放ちます。耐久ないんですね。のー。で、この状態で矢を引いて放すと、はい。4個のロボットのですね、名前を呼ぶモードがあるんですね。このように。今これをやったんですけど、はい。キラメイジン、キングエクスプレスザビューン、ギガントドリラー、グレイトフルフェニックスと、1号ロボから4号ロボまでの名前を一気に読み上げてくれますね。で、この後にもう一回今のアイコンをタッチして、セリフがなるのかな？ちょっとやってみましょうかね。よいしょ。これを引っ張って、あ、押すのか。アイコンを押して、マシンたちを意志を一つにという待機音が鳴りまして、で、引っ張って放つ。お、なんかみんなで喋りましたね。マシン全員が同時に喋ったのかな？で、この時に、ランダムで、マシンたちを石を一つにの後にですね、石だけにみたいなのがなると書いてありますね。それは聞けるのかな？ Let's go! マシンオラディン。ループしちゃうのか。じゃあせっかくだから聞きましょうかね。マシーン。さあ、共に戦おうぞ。いやー、オラディーン王はどういう形で再登場するんですかね。神社にも来ていたという、宇宙人って言われてましたね、主観さんからは。はい。ちょっと石だけにが鳴るまでちょっとやってみますね。マシンたちよ、石を一つに、石だけに。出ましたね。石だけに。はい、これがマシン合体の遊び方でございます。ジュールが親父ギャグみたいなのを多用するのはオラディンの影響でしょうかね。はい、そしてキラフルゴーアロ最後の遊び方は必殺技ですね。この、アイコンを押します。キラフルチャージ！ノリノリですね。キラフルチャージって言って、待機音が鳴りますので、引っ張ります。放ちます。今、ジェッタが喋りましたけど、この必殺技を打った後にランダムでマシンのセリフが流れます。5つあって、はい、ここに書いてありますけどね。ファイヤがやるじゃねえか。ショベローがさすがじゃ。マッハが素晴らしいです。ジェッタがすごすぎ。ヘリコがすごい、すごい、あは、ということでですね。まあ、全部流れるかな。聞いてみましょうかね。キラフルチャーはい、ショベロもうマッハテンション高いですね。キラフルチャージ、チェックメイトパーフェクト。すごいすごい。はい、ヘリコ。じゃあ、あとはファイヤーかな。順番なのかな。キラフルチャージ、チェックメイトパーフェクト。はい、5個。はい、マシンが喋りましたね。はい、という風に必殺技を打つと、マシンが最後に褒めてくれるという仕様でございます。はい、ではですね、本編でやった感じで、キラメイレッドがキラフルゴーアローを使用してパワーアップ変身をするシーンをですね、再現してみたいと思います。いくよ!キラフルキラフルチェンジ、力が湧き上がる。はあ、眩しすぎるぜ。 5! キラメイジャー 5! っておい、俺たちは。あ、ごめん、人形俺しか出てなくて。はい、カートということでですね、はい、キラフルゴーアローで、ゴーキラメイジャーに変身するというシーンを作ったわけですけど、ちょっとレッドの人形しかですね、発売してなくて、はい、これも昨日発売した、ゴーキラメイレッドのソフビでございますね。こんな感じで、はい、ここが特徴的ですよね。フェニックスの感じのプリントがなってますね。全員これは共通というか、ここのキラメイストーンの色とかですね、場所も一緒なのかな?はい、確認しましたが、場所も違いましたね。レッドは真ん中で、イエローとグリーンはこっち、ブルーとピンクはこっちにキラメイストーンがついてましたね。はい。これは5人分ソフビが出ないんでしょうか?レッドだけで終わっちゃうのかな?そうするとちょっと再現を作るのが、困難になりますね。パワーアップ変身してない状態で、してる体でやるしかない。まあ、それかこれを、ちょっと紙で作るかしかないな。ちょっとまた原始的なやり方になりますけどね。はい。ということで、はい、キラメイジャーのパワーアップの姿、5キラメイジャーの、まあ、レッドですね。こんな感じでございます。どうでしょうかね。総動で僕出ると思ったんですけどね、シルバーのラインナップと一緒に。10月の発表では、5キラメイジャーはレッドだけという感じですね。でちなみに、限界は超えないためにあるっていうセリフが劇中に出てきまして、この変身のですね、コンセプトもですね、限界を超えずに、まあ、無理ない戦い方をするということでですね、100秒間だけしかこの姿でいられないと。ただこの100秒間は相当パワーアップしている状態という表現で、はい、劇中ではですね、活躍してましたね。はい、簡単ではございましたが、いかがだったでしょうかね。昨日発売した最高級デラックスキラフルゴーアローのご紹介と、こちらですね、戦隊ヒーローシリーズ065キラメイレッドの、まあ、ソフビのご紹介でございました。じゃ、これを使ってですね、今から本編の再現を作りたいと思いますので、まあ、パート1はですね、今日の夕方、公開できればいいなと思っております。また楽しみにしてください。はい、ということで、またお会いいたしましょう。前田でした。お疲れ様でした。Let's go! Machine Oradin! Machine! Yoshi! 私も戦っちゃうぞ!よろしくお願いします。前田でした。